皆さんこんにちは、鈴木愛理です。キュートを昨年の6月に解散してから、半年ちょっと経ちましたが、鈴木愛理は、その時からですね、2018年の春にソロで始動してデビューするっていうことをちょっと言ってきて、それに向けての準備を昨年ずっと半年間してきました。その中で今日は皆さんに重大発表がございます。これは本当に重大発表です。ちょっと重大発表です。ちゃんと耳をかっぽじって聞いてください。なんと鈴木愛理日本武道館公演が決まりました。マジかっていう感じなんですけど、そうなんです、決まったんです。今私はですね、ご存知の方もいると思うんですけども、3月の末にコットンクラブにて、ダンスを踊るこうバージョンのライブをやって、4月には ZEP 東京ナンバー8にて、バンドバージョンのライブをして、その2つはアルバムを引っ提げてのライブになると思うんですけども、そうアルバムを今制作中なんでございまして、そのアルバムが引っ提げたライブを2パターンやった一番最後にこの重大発表させていただいた日本武道館公演が来る形になります。日程は7月9日ということで、なんと月曜日平日なんですけども、ぜひ皆さんには足を運んでいただきたいと思っておりまして、このライブで鈴木愛理のスタート第1章が完成するという、そういう気持ちでやっておりますので、ぜひ、日程のご調整などなど、上司にペコリする感じとか、先生にペコリする感じとか、学校仕事もろもろ調整よろしくお願いしますという感じです。私自身もまだまだちょっとドキドキしていて、今もちょっと何言ってんだか分かんないって感じなんですけど、多分皆さんはもっとそういう気持ちだと思いますけど、絶対に素敵な夜にしようと思いますので、皆さん、ぜひ遊びに来てください。以上、鈴木愛理からの重大発表でした。